ではまず決勝進出おめでとうございます。今の気持ち聞かせてください。G1 の決勝は2022年の新のハイブリッドになりますが、どうしたのか聞きたいですか？あ、すみません、失礼します、申し訳ないです。そこ以来ですが、いかがでしょう？まあ、そのあの時はちょっと失格で残念な結果だったので、まあ、今回またこの舞台をどうするのか嬉しいです。はい、では準決勝のことをお伺いしていきたいのですが、組み立てとしてはいかがでしたか？あの、もう4人で任せて、まあ、前の日から組み立て的に難しい、あとは全部ネットに信頼してついていただけるし、今大会吉田選手は前も後ろも走っていましたが、今回の並びはすんなり、まあ、ちょっと話して、はい、まあ、クロの時は本人が出るのかお願いして、お知らせさせてもらいました。最後は中段の中、待って2着でした。伸びとりはいかがでしょう？あ、まあ、道中ずっと余裕だったので、2着しか、あとは用が不足のレベルたまげで、はい、続きちゃったので、ありがとうございます。大の力ですね。あ、そうですね、はい。前のレースでも関東から平原さんと空橋が立ち上がっていますので、すでに3者が決定となっておりますので、いかがですか？まあ、そうですね、あのこのまま、まあ、この後も大勢さんと立つ探しなんで、まあ、できるだけ多くの人数で関東勢を勝ちたいですね。関東勢の盛り上がりっていうのは素晴らしいですね。あ、そうですね。はい、三走して今の調子や感触はいかがでしょう？あ、問題なく調子はいいと思います。上向きだと。あ、まあ、変わらずです、ね。はい、決勝戦に向けて修正点や確かめたいところあったら教えてください。あ、もうないんで、とにかく話した芝居作ります。疲れを取ってですね。はい、はい、決勝戦どう戦うか、勝つためのポイントはどんなところになりそうですか？まあ、出し惜しみしないことかなと思います。はい、はい、期待しております。では改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、一生懸命優勝目指して頑張ります。お願いします。